新船橋駅。新船橋駅は、千葉県船橋市山手一丁目にある、東武鉄道の打線、東武アーバンパークラインの駅である。駅番号は、TD34。相対式ホーム2面2線を有する高架駅。駅舎、改札は、地上部に1カ所。ホームと、コンコースとの間は、階段で連絡している。トイレは、改札内コンコース部に設置されている。 駅へのアクセスは、駅東側の指導からは東口、駅南側の指導及び4モール船橋からは西口となっている。当初は地上駅だったが、1980年12月17日に船橋から当駅の北方付近までが高架化されたことにより、当駅も地上駅から高架駅になり、前後に設置されていた踏切が除去された。 2009年11月より自由通路の新設と駅舎の改修工事が始まり、駅舎改修などの主要工事は2010年3月下旬に完成した。2009年12月下旬には自動券売機などが仮設壁面に移設された後、2010年3月5日に西側に拡張された駅舎に新設された自動券売機が使用開始となった。 2005年の当駅写真に見られる正面の自動券売機設置部分を含む駅舎が撤去されて後方に抜ける自由通路となり同時に駅南側の道路からのアクセスが開通して西口となった2010年4月1日より自由通路と西口が正式に使用開始となり開業以来の駅東側の道路からのアクセスは新たに東口とされたまた 当駅にはこれまでバリアフリー設備がなかったが、2012年秋に改札内コンコースとホームを結ぶエレベーター、スロープ、多機能トイレの新設工事が開始され、2013年2月9日に使用開始となった。タクシー乗り場は従来2005年の当駅写真に見られるように駅への通路に設けられていたが、自由通路開設に伴い、当駅東口写真では、 画面中央の元東部スポーツ駐車場に移設され、さらにンモール船橋の開業に伴い施設内にタクシー乗り場が設置されたことで廃止された。2011年3月には駅構内の案内板がピクトグラムを用いたデザインに一新された。ホームにあった駅名標と路線図は撤去され、駅名標、路線図、所要時間と一体型になった。 自立式案内板が設置され。2013年には発車票が設置された。2014年度計画では駅のリニューアルを予定している。2017年度の1日平均乗降人員は13,544人である。2011年度までは1日平均乗降人員が5,000人未満に止まり、野田線内でも乗降人員が少ない駅の一つだった。 しかし、2012年度は、駅前再開発の進展により、前年度より5000人以上増加した。これまで当駅よりも、乗降人員が多かった北大宮駅、富士の牛島駅、七光大駅、あた駅の4駅を一気に上回った。近年の1日乗降、乗車人員の推移は、以下の通り、かつては、朝日ガラス、現、AGC や、 日本立鉄などの大規模な工場が立地する一角に、駅が所在していたが、閉鎖、縮小された、工場跡地が、大型商業施設、病院、物流センターや、共同住宅となり、現在も、公共施設などが建設中である。朝日ガラスは工場を2004年3月に閉鎖、建物を解体、撤去し、3年をかけて、土壌汚染の除去作業を行った。 その後の跡地利用は、当初は、ベンチャープラザ、船橋のみであった。二0 1年十一月の船橋市とし、計画審議会に報告された新船橋駅、東築地区計画の原案では、跡地の大部分が住宅及び公園からなる、複合市街地ゾーンとされた。同計画は二0 1一年六月の船橋市とし、計画審議会で原案通り答申され、千葉県知事の同意を経て、 同年7月に市決定され、街路などの工事が開始された。具体的な建築計画としては、朝日ガラスと売買契約を締結した、三菱商事と野村不動産による、仮唱船橋北本町プロジェクトの一部が公開された。現地に設置されていた建築計画のお知らせによると、住宅外区となる子外区のうち、 当駅に最も近い共同住宅 IE 外区が2011年11月着工、2013年3月完成予定、その他の共同住宅 EEV 外区が2012年4月着工、2013年9月完成予定、共同住宅4外区が2013年4月着工、2014年9月完成予定とされていた。仮称船橋北本町プロジェクトには、 ミラサートという愛称が付けられたが、このプロジェクトによるタウンネーミング投票では、船橋森の敷という名称が選定された。また、マンションは、プラウド船橋、前後外区として建設され、2013年3月に、1外区と2外区が、2013年10月に3、外区と5外区が、2014年7月に4外区が、入居開始している。森の敷内には、小立区画として、 クラウドシーズン、船橋森のシティが2013年内に販売され、11月に入居開始している。また、2013年4月12日に、ヨンタウン新船橋が開業したほか、2013年5月1日に、船橋総合病院が、船橋市本町より移転開院した。なお、ベンチャープラザ船橋に隣接する、朝日ガラス跡地に関しては、船橋市が、 三菱商事と野村不動産から用地を取得し、仮称保健福祉センターが2015年10月オープンの予定で2013年11月に着工された。日本建て鉄に関しては、敷地内に4ショッピングセンターの建設が発表され、マックスバリュー新船橋店隣接地において2007年11月に着工したが、日本建て鉄敷地内でも土壌及び地下水汚染が、 発見れたことで工事を中断し土壌汚染除去作業が行われた。当初計画の2009年春の完成が数回にわたって延期された。建設予定地内のマックスバリューは2011年2月20日をもって営業終了し、同年5月より解体工事が開始され、6月より歌唱イオン新船橋ショッピングセンター新築工事が始まった。7月に 大棚法に基づく説明会が開催され、同時期に現地に2012年春オープン予定と表記された完成予想図が掲示され、2011年夏より本格的に工事が再開された。2012年に名称は仮称イオンモール船橋と変更され、同年4月17日に正式にイオンモール船橋としてソフトオープン、4月25日にグランドオープンしている。 2010年4月の自由通路の完成によって、西口が開設された。船橋駅方面高架線路の西側に沿って、駅南方の指導0から169号線に抜ける通路が新たに開設された。同時に隣接するマックスバリュー駐車場への出入り口も設置されたが、同店の営業終了後は、4モール船橋開業まで閉鎖されていた。 東口側の指導の変更に伴い、塚田駅方面に向かう歩行者は、東口ではなく、西口に出て、2012年2月1日に当時、建設中のイオンモール、船橋内に設置された通路を通行する必要があったが、2014年7月に新たな歩道が設置されたことで東口から通行できるようになった。以上のように、駅の西側の日本建て鉄地内に、 建設中であったイオンモール船橋がオープンし、東側の旭ス船橋工場跡地では引き続き、船橋市の仮称保健福祉センター建設事業が進行中で、ある度、工場敷地や跡地などに続々とマンションなどの住宅や商業施設等の建設が進んでいる。当駅から徒歩10分ほどのところに、東洋高速鉄道東渡墨駅がある。従来、 船橋駅北口より東駅と日本立て鉄道を含む一角を時計回りに走り、船橋駅北口に戻る船橋新京成バスの路線に新船橋駅前バス停留所が設定されていたが、駅周辺の道路切り替えに伴って、2012年4月より新船橋駅前を経由しないルートに変更された。2011年5月10日、5月9日深夜より、 平和交通が深夜急行バス千葉ニュータウン線を運行開始し、東駅南東側の指導に設けた新船橋駅、停留所に停車するようになった。月から金曜日深夜の運行で、土、日宿日と年末年始は、運休、また東停留所では校舎のみの扱いである。2013年4月17日、4月16日深夜、より、 船橋新京成バスが深夜急行バスである深夜、急行線を運行開始し、上記の平和交通に隣接した新船橋駅、入口停留所に停車するようになった。月から金曜日深夜の運行で、土、日宿日と年末年始、お盆期間は運休、また到底留所では校舎のみの扱いである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。